国鉄12系客車くつろぎくつろぎくつろぎは日本国有鉄道が1983年に登場させた和式客車でジョイフルトレインと呼ばれる車両の一種である。1987年4月の国鉄分割民営エ会以降は東日本旅客鉄道が1999年まで保有していた国鉄高崎鉄道管理局が1983年に 登場させた、車内をお座敷にした和式客車である。いずれの車両も12系客車より改造されており、両端の車両はスロフ12系800番台、中間の車両はオロ12系800番台である。改造は、畑製工場が担当した。各車の愛称は、旧上の国をはじめとする北関東の山の名前から取られている。全車両がグリーン車扱いである。 車内は畳敷きで、足を畳めるテーブルが並べられていた。客室の一部をついたてと襖で仕切り、通路とはカーテンで仕切ることも可能である。一方の車端部には、小さな円台が設けられ、スタンドマイクなどを設置できるようにしていた。もう一方には、床の間があった。また、3号車と4号車には、ソファーの置かれたサロン室も設けられており、 客室部分とはパーテーションで区切られていた。なお、江戸や安らぎにあったような展望室は設けられなかった。EF64001 に牽引されるくつろぎ首都圏を中心に団体列車として運用され、大口の団体では同区の安らぎとの連結も見られた。登場当時の塗装は青20号をベースカラーとしてクリーム10号の帯を 幅 325mm で一本入れたものだったが、1987年3月から、武道色を基調に、車体中央に白帯、窓周りと車体裾が、金のシックな塗装となった。同時期に、電気機関車 EF64001 が武道色に、白帯の塗装に変更されており、同期が、牽引機関車の任につくことが多かった。 上新電鉄上新線や秩父鉄道秩父本線に乗り入れた実績もある。薄い峠鉄道文化村で保存される、くつろぎ老朽化のため1999年9月29日に上気機関車 D51498 牽員によるさよなら運転をもって引退。一度前車が横川駅に留置された後、1号車と2号車が薄い。 峠鉄道文化村の展示車両に選定され、車内を公開して展示している。ありがとうございます。